人前で上手に話す方法。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、今日は質問をいただきました。たっちゃんさん、14歳男性。14歳ってすごい若い方からね、質問いただきました。嬉しいです。僕は生徒会の役員に所属している中学3年生です。僕は役員の仕事の関係で人前に出て話すことが多いのですが、過去に一番うまく話せた時と比較してそれよりもうまくできないと落ち込んだり、またそれよりもうまく話そうと必死になって緊張してしまうことがよくあります。ちなみにそのうまく話せた時は急にその場でお願いされて担当が決まった状況だったので、原稿もなし準備もなしのアドリブで話しました。ですがその終わりの言葉の後に今まで聞いたことがないくらいの拍手が聞こえて、それをきっかけに声をかけてもらうことが増えたので正直言って嬉しかったです。今でも周りの友人や先生はうまく話せていると言ってくれるので本当に嬉しい、ありがたいです。でも僕の気持ちはこんな状態でいます。そこから解放されるにはどうすればいいでしょうか。アドバイスをお願いします、ということですね。過去の自分のベストの状態と今の状態を比較するということですけども、発想法としてはですね、過去の自分の成功体験を積み上げていくって形がいいですね。積み上げていくということは、山を登ってきた時にここまで登ってますよということなんです。自分はそこからさらに上を登っていくような形ですね。この方の場合だとここまで登れたからもう一回ゼロから山を登り始めるようなイメージなんだけど、もうここまで登れてるからそれプラスアルファっていうふうに考えていった方がいいんじゃないかなと思うわけですね。人前で上手に話す方法は成功体験を積み上げるということです。だからこの方の場合はうまくいった体験が1個あるわけですけども、これを2個にしていく、3個にしていくということですね。その場合自己ベストを必ずしも更新しなくてもいいんですよ。だからこの時すごくうまくいった場合を100としましょう。他のやつが90点の場合もあるし80点の場合もある。でも60点じゃないんですよ、それは90、80点っていうのは成功じゃないですか。だからあなたはすごく経験を積んでいるんです。自己最高を出さなきゃダメだっていうのは縛りが厳しすぎます。でもこの90とか80をたくさん積み上げていくとですね、底上げしていくんですね。どん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 積み上がっていくんです、経験値が。成功体験をたくさん積めば積むほど堂々と話せるようになってまいります。私がこうやって YouTube で堂々と話せるのも1100本も撮ってるからですね、単にね。ですからこの方もたくさん経験を積んでですね、100点じゃなくても90点80点の経験値をたくさん積むことによって多分自己ベストを更新することができるようになりますから、今回は90点だった、今回は80点だったって言って落ち込むんじゃなくて、90点の経験を得ることができたぜ、80点の経験値を得ることができた、前より絶対成長してるっていうふうに考えていくと、そのうち必ず自己最高を更新できるようになっていくし、100じゃなくても90とか95のアベレージをコンスタントに出しできるようになっていくということですね。ですから成功体験って素晴らしいことなので、純粋に喜びましょう。90点も80点も喜びましょう。厳しすぎるんですよ、こういうふうに自分自身に厳しい人。超真面目でですね、一生懸命な方だと思うんですけど、そういう人って自分に厳しくしちゃうんですね。そうすると逆に自分で自分を殺してしまってる可能性がある。もっと純粋に喜びましょう。90点だった、80点もできた、75点も話せたっていう風にね、プラスで取っていく。でそれ一つ一つが間違いなく経験値としてあなたの話し方を上達させることが間違いありませんので、もっと自信を持っていっていいんじゃないでしょうか。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。